カルロス・スペンサー、またはカーロス・スペンサーはニュージーランドのラグビー選手。身長1 8 5トル体重9 6ラムポジションはスタンドオフ。相性はキング。カルロス・スペンサー、元ニュージーランド代表オールブラックスのメンバーである。キャップ数は35,291ポイント、14、トライ。 代表デビューは1995年の欧州ツアーで、当時の聖スタンドオフであるアンドリュー・マーティンズの代わりとして出場することが多かった。オールブラックスでは試合前に披露する墓のリード選手に起用された。1993年から2004年まで NPC オークランド所属。1996年から2005年までスーパー14ブルース所属。 性スタンドオフとしてその地位を確固たるものとしたのは2003年のワールドカップであった。精密機器のごとく正確なパスを供給するマーティンズとは対照的に天才肌のスペンサーは変幻自在なパスを供給。WTB 陣はスペンサーから供給されるパスに合わせ攻撃編成を組み立てる。ワールドカップ準決勝対オーストラリア戦ではワラビーズに 戦術攻略をされ、パスの供給に失敗。攻撃陣と息が合わず、準決勝敗退。2004年8月のラグビーオーストラリア、代表ワラビーズ戦を最後に代表引退。2005年にプレミアシップのノーサンプトンセインズに移籍し2009年まで在籍。2009年から2010年シーズンは、同リーグ、グロスターラグビーへ移籍。2010年から2011年シーズンは、 南アフリカのライオンズに所属し5年ぶりにスーパー14に復帰した。また2007年5月9日12日に開催された日本代表 X クラシックオールブラックスには2戦とも参加。この試合ではフルバックとして参加しクラシックオールブラックスの勝利に貢献した。2016年よりトップリーグ胸型サニックスブルースの BK コーチに就任。 トップリーグ2016シーズンで過去最高の7勝の要因となった2017年も引き続いて BK コーチである。ありがとうございます。